平ダムは、長野県東地区間群陸坂村と長野市大岡との境、品野川水系最川に建設されたダム。高さ19.5メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、平発電所に送水し、最大15,600キロワットの電力を発生する。戦後、 松本盆地から長野盆地へと流れる西側における水力発電事業として水内ダム及び水内発電所を継承した東京電力は1954年に水内ダム下流で笹平ダム、小田切ダムを完成させた。同年、水内ダム上流でも水力発電所並びにダム新設に向け水利権を取得した東京電力は1955年より 平ダム、平発電所の建設に着手。完成した平発電所は1957年11月11日より運転を開始した。完成当時の平発電所は発電所内に運転員が常駐する有人発電所であったが、1964年のイクダム、イク発電所完成を機に無人化され、イク発電所からの遠隔操作にて、 運転されるようになった。現在では、長野市新州新町にある、西川総合制御所より平発電所を含む西川5発電所を遠隔操作している。平ダムは、水内ダムと戦火ダムとの中間に位置し、ダム砂岩を国道19号が通過している。直近には、戦火村営バス、平発電所前バス停があり、JR 市野の線、赤品駅から四十分間程度である。 ダム直下流に架けられた橋の上からは、ゴモにある巨大な水門が支配する平ダムの前景を見ることができる。右岸には平発電所がある。平ダム上流は三世路と呼ばれる名称で、穏やかな流れの水面に険しい山々が生える。ここでは、尾身村や、筑北村から流れる尾身川や、大町市宮やさ、八坂から流れる、金熊川が西川に合流しているほか、 昭和電工の水力発電所、広津発電所を通じて、青木湖や高瀬川渓谷からの水も注いでいる。国道19号と長野県道55号を待ち、おみインター線曲線とが交差する交通の要衝でもあり、平田ムから区北村方面に向かって進むと、おみ川が形成する渓谷、先で今日を経て、長野自動車道、おみインターチェンジに至る。 2007年3月14日、東京電力は平発電所において河川から不当に水を取り入れ、飲料水や発電用水車の冷却水などに利用していた事実を明らかにした。河川から発電目的以外の水を取り入れる許可は1956年7月16日に得ていたが、1959年3月31日をもって執行したにもかかわらず、 更新手続きがなされないまま以後発覚に至るまで取水を行っていたというものである。ありがとうございます。